アメリカ合衆国、フロリダ州のホールオーバービーチヌーディストビーチとは、利用者が自由に全裸になれるビーチである。ヌーディストビーチは、通常、男女共用となっている。ヌーディストビーチは通常、こういう地内にあり、何らかの運動に参加したり、個人的な信念を持っていたりすることなく、一般の人でも自由に施設を利用することができる。ヌーディストビーチの施設の利用は、通常、 匿名で行われる。ヌーディストリゾートや施設とは異なり、ヌーディストビーチの利用には、通常、会員資格や審査はない。ヌーディストビーチ施設の利用は、通常、事前予約を必要としない。ヌーディストビーチには、法的に認可された公式のもの、住民や法執行機関が黙認している非公式のもののほか、違法のものもある。一部の国では、 ヌーディストビーチの数が比較的少なく都市部から離れた場所にあることが多いため通常のビーチよりもアクセスが困難な場合があり施設もごく基本的なものであることが多いデンマークのようにほとんどのビーチがヌーディストビーチである国もある全ラスイエイは公共の場で裸になる最も一般的な形態の一つであるヌーディストビーチはトップレスビーチとは異なる トップレスビーチでは女性も男性も上半身の衣服は脱いでも良いが下半身の正器を覆う水着の着用が義務付けられている。ヌーディストビーチでは下半身も着衣をする必要がない。ヌーディストビーチはそうでない海水浴場とは物理的に分離されていることが多い。またヌーディストビーチ利用者の間に快適な空間を確保する場合もある。 ヌーディストビーチの利用に慣れていない利用者のためにヌーディストビーチであることを示す標識が掲げられていることが多い。これは、裸体に抵抗がある人や服を着ている人に見られることを嫌うヌーディストビーチの利用者に配慮したものでもある。日本語ではヌーディストビーチの故障が一般的であるが、英語ではヌードビーチともいい、クロージングオプショナルやフリービーチとも呼ばれる。 ブラジルのヌーディストビーチ、アブリコビーチを利用する家族ヌーディストのグループヌーディストビーチは以下のように分類される。なお、ヌーディストビーチとそれ以外の区画が分かれている場合にヌーディストビーチではない方のビーチをテキスタイルビーチと呼んで区別する。フランス、キャプダフドのビーチに設置された全段になることが義務付けられていることを示す。標識ヌーディストビーチを含め世界中のほとんどのビーチは こういう地内にある。つまり、ビーチに隣接する民間のリゾートやホテルは、その敷地をフェンスで囲って、出入りを規制することはできても、実際のビーチのエリアを個人で所有することは、ほとんどの国で認められていない。そのため、リゾート地では、所有する敷地内への立ち入りを規制したり、敷地内において、服装の基準を設けたりすることはできても、 隣接するビーチにまでその基準が適用されるとは限らず現地の法律や監修に従うことになる。また、ビーチ自体への一般の立ち入りは制限されないのが普通である。カリブ海の島々、メキシコ、フロリダなどがそうである。例えば、ジャマイカのネグリルにあるセブンマイルビーチでは、ビーチにはプライベートリゾートが立ち並び、砂浜や水際までフェンスが張り巡らされているが、 ビーチ自体は一般に開放されている。服装の基準はリゾートごとに異なるが、ビーチエリアは公式にトップフリーと定められており、一般の人も自由に利用することができる。国際ナチュリスト連盟は、加盟団体のために行動規範を作成している。INF の行動規範では、ビーチにおけるあらゆる形態のセクシャルハラスメントや、G、 成功などの性的行為を避けることを求めている。また、セクシャルプレデターや対象者の許可を得ない、写真撮影も許していない。一般的には、他の来場者のプライバシーを尊重することが求められている。規則や社会的圧力によって他の人を凝視することは嫌がられる。しかし、行動規範を強制することができる、ヌーディストリゾートやホテル内とは違い、 多くのヌーディストビーチは、こういう地内にあるため、ヌーディストビーチの行動規範を守るかどうかは、個人の倫理感覚に任されており、それよりも法的な規制に従うことになる。ドイツのヌーディストビーチ1936年、イギリス国王エドワード8世と愛人のウォリス・シンプソンが、アドリア・海クルーズの途中で立ち寄ったラブ島のビーチで、エドワード8世が、地元政府から特別に許可を得て、 全裸で泳いだことから、これが、世界初の公式なヌーディストビーチとなった。ヌーディストビーチは、1950年代に、フランスの海岸で人気を博して、以来、世界中に広まったが、今でも数は少ないままである。ヌーディストビーチの中には、フランスのキャブダグドのように、より大きなヌーディストエリアの一部となっているものもある。デンマークのほとんどのビーチとノルウェーのいくつかのビーチは、 服装自由である。ドイツでは、ミュンヘンやベルリンなどの公共の公園で、全裸で、日光浴をしても良い場所がある。クレタ島などのいくつかの観光地のビーチでも、都市部の一部のビーチを除いて全裸になることができる。バルセロナには、中心部に全裸になることができるビーチが2つある。クロージング、オプショナルホリデーズ、ヌーディス・オン・クルージーズ。 ザ・エコノミスト https www. e c o n o m i s t com。ニュースユナイテッド・ステイツ。二千百六十万六千二百九十二。ライトベアアームズレックス＆アザー。ボディパーツ、ヌーディス、クルージズ。デフィニション、オブテキスタイル。オックスフォード・ユニバーシティ・プレス。二千十一年十二月六日。時点のオリジナルよりアーカイブ。二千二十一年六月十三日閲覧。 アジクティブにインフォーマルユーズドバイヌーディスツインデファレンスツーノンヌーディスツアップロプリエイトベヘイビアアットクロージングオプショナルビーチズザナチュアリストソサエティ二千十七年二月十八日閲覧カリフォルニアヌードビーチガイド g o c a l i f o r n i a a b o u t com。二千十二年八月一日閲覧。 エイキングフーフェルインラブインデュブラブニック。ザ・デュブラブニック・タイムズ。2019年1月7日、閲覧。ミゼ、メラニー、ヌードビーチズ、ドントビーシャイ、テイクエブリシングオフ。トラベルチャンネル。2011年12月23日、閲覧。ナチュリズムフリービーチズインデンマーク。2011年12月23日、閲覧。ヌードビーチズインスカンディナビア。 2015年9月9日閲覧。ヌードビーチズ・イン・ノルウェー。2011年12月24日閲覧。FKK バーデニムウントルント・ウム・ミュンヘン・ダズ・ナクト・ボデン・スペシャル。ガンツ・ムーンコンで2015年9月9日閲覧。ベルリン。アクティブ・ナチュアリスツ。2016年8月8日閲覧。クリート。 アクティブナチュアリスツ2013年3月14日閲覧バルセロナアクティブナチュアリスツ2013年3月14日閲覧ありがとうございます